次に選考委員長の市川真一先生よりプレゼンテーションコンクールの狙いや審査の視点などについてお話しいただきます。市川先生、よろしくお願いいたします。え皆さん、こんにちは。今回、プレゼンテーションコンクール2020にご参加いただきまして、ありがとうございます。で私は選考委員長を務めます市川と申します。 今日はよろししくお願いしますプレゼンテーションコンクールということですが今年のテーマは「人との関わりを通して自分が変わるきっかけとなったこと」というテーマにさせていただきましたでこのコンクールは今回が5回目になりますで最初の2回は直接この会場に集まっていただいて最終選考というのをやっていましたが 去年、おととしはコロナのためにちょ直接集まることができないということでオンラインという形で、えー、開催させていただきましたで。今回もこのオンラインという形をとっていますで。今回の応募状況ですけれども小学校の部が、えー、残念ながら例年に比べると少し少ないんですね。4校6名ということでした。で えー、昨年は、えー、5校で9名の参加がありました。で、中学校の部の方は、えー、今年、えー、逆に非常に多くなりまして、19校から、えー、32名という,う参加になっています。で、昨年は6校で10名でした。で、今年から大きく変わりましたのは、えー、これまでパナソニック教育財団、研究助成、えー を受けててていいいいたた学校かららの応募ととうことに限らせていただいてましたで、今年はその制限をなくしてもう広く募集、どこからでも参加できるという形にさせていただいたのが大きな特徴です。で、このコンクールの狙いです。で、一つは自ら考えたことを分かりやすく説得的に表現してほしい。 私たち、まあ、日本人どうもこの、えー、説得的積極的に表現するということが苦手なようにこ,うこれまで言われてきましたでしかし、まあ、こういうプレゼントということを通じて、えー、皆さんの考えたことどんどん発表してほしいでそこにこの説得的ということを、えー、求めていますでもう一つは、まあ、コンピューターをどうやって活用していくかということです 今、1人1台学校でも配布されると、そういう時代になってきました。でその時にどうやってこれを活用するか。で一番身近で効果的な活用の仕方、でその一つがこのプレゼンということではないかと思っています。この2つが大きなこのコンクールの狙いということになります。では、何が審査されるのか。どういう基準で、 審査してていいいいるるのかかととととうここはは参加された方た方ちも気になっているところかと思いますで一つは発,表の内容ですで発表がどれくらいこう分かりやすいかそれからどれくらい深く考えているかこの考えの深さですねでそれから説得力があるか聞いている方もなるほどと思えるようなそういう説得力のある発表をしてほしいということですでそれから面白さと書きました。 やはり自分独自の考え方があって、これが非常にこうユニークであるあ。なるほど面白いことをこ考えているんだなと。まあ、そういうような側面を、えー、見たいと思っています。でもう一つは、その発表の仕方です。まず、話し方ですけれども、うんはっきりこうわかりやすく、えー、丁寧に話してくれる。まあ、そういう話し方ですね。それから、 スライドの見やすさとかデザインの工夫ということも評価の一つの基準になります。でこれは決してですね、あのいろんなこうテクニックを使ったような、えー、スライドを奨励しているというわけでは必ずしもありません。でまた話し方としてもこう、えー、身振り手振りをいろいろ交えてですね、かなり、えー 派手なプレゼンテーションというのもあるわけですけれども、私たちは何もそういうことを求めているわけではありません。自然な話し方、あるいはある程度ジェスチャーのようなことが入ってもいいわけですけれども、自然な発表の仕方というのでいいと思います。ただ、内容が非常にわかりやすいし説得力があると。そういうところがむしろ私たちが重視したいポイントです。 でまず11月には予備審査が行われましたで。これは皆さんにも出していただきましたけれども、プレゼンをしている場面をビデオに撮ってこちらに送っていただく。1人3分間という制限がありました。でこれは毎年3分ということでやっていますで。そのビデオを私たちの方で見させていただいて、予備審査ということを行いました。でそこで選ばれた人たちが今日の 本審査最終の選考ということになります小学校の部中学校の部それぞれ5名に今日は発表していただきますその中から小中それぞれ最優秀賞が1名優秀賞が1名そして3名の方が奨励賞とこういう形で選ばれるということになります はい、まあこれが本コンクールの狙い趣旨と、そして進め方ということになります。はい、限られた時間ではありますけれども、皆さんその中でいい発表をしていただけること、私たちも大変期待しております。じゃ今日はぜひよろしくお願いします。市川先生、ありがとうございました。お席にお戻りください。